が置かれてありました。生栗か、悲しいあー、私はぶどうが食べたかったのに。ごっついごっつい生栗が、ごっつい生栗が置かれてあってびっくりしちゃいました。安兵衛さんお疲れありがとう。大谷家のツッチーさんハートありがとう。確かに私なんか他のメンバー最近打ちましたよね、きっと。私は結構前に打ってたので結構楽ですね。お話し会申し込んだよ、ありがとう。あ、決済明日までですっけ。皆さんお気をつけて。なんか海外の方ができないみたいな話を聞いて、ちょっとどうしたらいいんでしょうね。どうしたらいいんですか。前髪の今日一日頑張った感が否めん。好きなブドウは紫か白かって言われたらやっぱ紫だよね。トリダーさん栗ありがとう。ハルルンさん栗ありがとう。ありがとうございます皆さん。あ、でも台湾の友達は日本の友達に決済してもらってたべって。あ、そうなの。そうなんだ。え、今日ちょうどタイムリーでなんかテレビパーってつけてみたんですよ。そう、今日テレビをパーってつけてみたらなんかあの種なしぶどう派か種ありぶどう派かっていうなんかテレビでなんか種なしぶどうより種ありぶどうの方が美味しいんですって。なんか甘みも深くて。そうだからちょっとあの私結構種なし派だったんですけど種ありも悪くないかなって思った。そう、達也さんかわいい、尊いありがとう。タキューピーさん栗ありがとう。あと栗で思い出したんですけど、私がもし工藤じゃなくて工藤じゃない名前でなおかつなんか出席番号 STU48 の出席番号にあんまりなんか詐称なんだなんだろうなんか被害を及ばないなんだろう影響しない。そうあのもし自分が工藤以外の名前 でなおかつ STU48 のその出席番号に影響しない空から始まって、多分空から始まるメンバー多分私しかいないから空から始まってけで終わる、空から始まる名前考えて、じゃもう何かなってアイコネート考えてたんですよ。でそしたらクリタワみたいなクリタワみたいな感じになってみたいな、栗田リコってめっちゃいいですねってなって栗田リクだった。本当は栗田リクちゃんいいねって思って、下から読んでも上から読んでも栗田リクいいなと思って、なんかそれで何かなぜか分かんないけどそのなんか栗田っていうなんか栗田っていうなんか響きにすごい笑いが起きてしまって、栗田っていうなんか響きで、それでそう、あ、何なんだろうね、多分確かに名前の丸さが原因もあるかもしれないんだけど、なんか面白くて栗田なんかちょうどいいなんかダサさというか、なんか全国の栗田さんにすっごく申し訳ないんですけど、なんか栗田って聞くとちょっとダサめなダサチックで、でもなんか3文字でなんか収まりがよくって
で なおかつなんかタで終わるのも面白いし、なんかそれに栗がついてるのも面白くて、なんか栗田っていいなと思ったんです。でじゃあ栗田の最栗田の次は栗林だよねとか思ったら、もっと笑けてきちゃって栗林はやばいってなってしまって、なぜか知らないけどあの時栗林はもっとなんか面白くなりすぎちゃって、栗林さん にね、なんか栗田が大きくなったら栗林すぎんかみたいなそんな風に思えてきちゃって、私栗林おもろいってなって、栗林がで、それで栗林かって思って、でも栗林も面白くて、でも絶対無理だわと思って栗林になるのは。でちょっとちょうどいい栗森さんとか思ったけど、栗森もおもろいなって思って、だから栗田の栗の何、栗田さんは栗田さんが現在形だったら、あの最何あのあなんだっけ、非角球は栗森で、栗森で、で最上級は栗林だなって思った。そう、栗森が非角球で最大級が栗林だなと思った。なんか栗田だけでこんなにちょっと面白いんだと思うと、ちょっともう笑けてきちゃって、そう面白かった、栗田かーって栗田だよ、だって栗田リコ、栗田リクとかやばいよ、おはくりーだよやばって思ったら、ちょっと笑けてきちゃったっていうお話なんだけど、今思ったらそこまでなんか面白くないよねなんか今思ったらちょっとなんか面白さに欠けるというか、あの時が結構なんか切羽詰まってたというか、なんか精神的になんかもう何でも面白くなっちゃう時期みたいなのもあるじゃないですか、多分そんな時期だったんだと思います。でもいいですね、そう栗林、本当に申し訳ないよ栗田さん、栗山さんか、いやでも栗林のさ響きやばくない、ドゥドゥンドゥンドゥドゥンドゥドゥンドゥンドゥンって感じ、なんかクジャイヤ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 イフフみたいな感じが栗田さんね。でなんだろう、なんチャラララレチャラララチャラララレチャラララが、なんかちょっと栗森さんって感じで、でなんかトゥントゥンドゥドゥン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 が、なんか栗林さんって感じするな。しんいちさんだるまありがとう、ハートもありがとう、ぶんちゃんハートありがとう、さとしんさんかわいいありがとう。そうあの皆さん本当にあのたくさんお話し会応募してくださってありがとうございます。感謝枠がね5つ空いたみたいなので、ちょっと皆さんがりこちと写真撮りたいなって思ってもらえるような、なんか特別な格好とかでやりたいなって思うね。なので20日から多分感謝枠の申し込みも始まるので、ぜひぜひ気になった方はどうぞ。ごまはぎさんハートありがとう、ストシンさんかわいいありがとう。確かにね、ブドウの種ありってさ、種をさ口の中でさガリッて噛んじゃってさ、あってなっちゃうよね、それがねちょっとね。大阪の広瀬だよさんかわいいありがとう。あ、カープの方なんだね栗林さんって、申し訳ないけど、なんか栗林さんは最上級って全然私悪いこと言ってない気がするから、合わせる顔はあるよねきっとまだ大丈夫まだ大丈夫、本人に失礼なこと言ってない気がする私。みきやくんクリアありがとう。工藤栗林莉子な、何それちょっとちょうどいいよね。でもはるるんさんいいねありがとう。あいこねえはなんかあいこねえの方が逆に結構なんか栗話を広げてきたよね。そう、あそうなん、ストシンさんハートありがとう。日曜日初クアトロだって、
おめでとう。じゃあそのクアトロが毎回来たくなるような公演にできるように頑張ります。おもろい。でも私がね、もし、ああ感謝枠も追加するねってありがとう。でも私が工藤じゃなかったら栗田になってたと思ってください。うん、ぶどういいよね。でもなんかやっぱ種なしの方が食べやすいからいいよね。でも種ありの方が甘くて美味しいんだって。でもそんなの人の感じ方だからさ、多分もう種なしを食べてもいいよねみたいな。でもなんかそのテレビは結構なんかあの栗じゃなかった、ぶどうの種ありを結構推してたテレビだったから、そういう風に思わせられてるのかもしれないし、なんかそのテレビ、その一つの家の一つの家のなんか女の子とちっちゃい女の子とちっちゃい男の子になんかブドウ種ありと種なしを食べさせてどっちが美味しいかみたいな、そのただのそのちっちゃな女の子と男の子のたったの2人、しかもその家の2人にしかしてないから、多分それはね、多分ね個人差あるよね。そんなちっちゃい男の子とそんなちっちゃい女の子のそのたった2人のあの家中心に世界回ってないから。ひねくれたババアだわ今私。だからきっとまあ大丈夫、私は種なしも種ありも多分わかんないと思う。もうそんなちっちゃい男の子とちっちゃい女の子のように純粋な舌は持ってないから、私多分もう何でも食う、何でも食べるみたいな舌だから、私も多分だからどっちも関係ないと思う。火加減よしおさん栗ありがとう。水地さんかわいいありがとう。栗田さんモンブラン食べるとともぐいですかね。確かに。じゃあうおたさんとか絶対ないわ。魚田さん、魚にたって書いてうおたさん、いやおるか、そりゃ失礼よね。うおたさんとかがさ魚食べとったらともぐいよね。佐藤さんが砂糖食べてる、やばい、それはともぐいすぎる、それやばい。メタボネコさんクリアありがとう。春心さんハートありがとう。確かに私も梨は朝ごはん、リンゴも朝ごはんだし、季節によってはね、季節のフルーツ朝ごはんよくある。苦手な果物か、私はグリーンキウイが苦手かな。あのね、ゴールデンキウイとグリーンキウイの何が違うかって言ったら、もうほんと甘さだよね。私あんまりなんか酸味と、なんだろう、なんか酸味と舌の上で酵素がなんか広がる感じ。なんかキウイって確かタンパク質を分解する酵素があるじゃないですか。なんかそれがなんか舌の上でってなる感じが結構苦手です。で、なんかキウイのそのゴールデンキウイではそのなんかってならないけど、でもグリーンキウイだとってなるから、ちょっとそこは苦手かなって思うから、ちょっとグリーンキウイには直してもらいたいなって感じ。でもそれ以外はキウイ好きだし、でもなんかあのお高いグリーンキウイってあるじゃん。しかもなんかそれがあのそれこそフルーツ大福、高級なフルーツ大福とか高級なフルーツサンドに挟まってるあのグリーンキウイは全然へえへえって感じじゃないから全然好き。でもやっぱなんかそこら辺に売ってあるそのスーパーとかの、まあ私のようなねあの人たちが食べるキウイはへえへえって感じだから、ちょっとそこが苦手だけど、
でも多分きっとそこが好きっていう人もいるよね。でもグリーンキウイよりゴールデンキウイの方が好きだな。あとなんだろうな、あ、ブルーベリーとかそうかも。プチってしたらさ、中からなんかさ、汁とさ、ちっちゃいつぶつぶみたいなのがペーってさ、口の中でパッってさ広がってさ、ペーってなるのがすごい。ちょっとね、あそこはちょっと直してほしいかなって思う。でもそれもうちの庭になるブルーベリーだけで、実際なんかケーキ屋さんのブルーベリーとか果物の屋さんのなんかブルーベリーはそんなんならない。なんとね、トマトね、え、わかんない、私最近食わず嫌いがね発生してるから。でもぶっちゃけって私好きな、あ、嫌いな食べ物ないんだよ。でもあのね、強いて言ったら確かにトマトも、大きいトマトは苦手かも。お砂糖かけなきゃ食べれない。そう、私おばあちゃん家でさ、あのさ、でっかいトマトをさ、あのくし切りだっけ、あれ何切りか忘れちゃったけどさ、それにさ、なんかお砂糖かけて食べるのすっごい好きだった。でも今やったらお子ちゃまだからあんまりしないけど、だからプチのトマト好き、プチトマト好き。そう、プチトマト好きなんだよ。確かに私酸っぱいの苦手かも。酸っぱいの苦手かもしれない。でも私、みんな、私さ、多分みんなびっくりしちゃうと思う。今まで、あ、そういえばさっき15分配信おめでとうみたいなコメントあったよね、今思い出した。ありがとう、15分配信偉いね。でそれでさ、私さ、何の話しよう、あ、そう、みんなさ結構私のことさきっと子供だと思ってるけど、最近あの生姜、お寿司のガリのあれにハマってます。お寿司のガリにハマってます。ガリが美味しすぎて、いや、クエン酸とかレベチだからあれ、本当にあれ、クエン酸はあれマジで、あれはもうね、もうあれ薬です。あれはもう、あれは薬です。あ、そうなんだ、北海道だとトマトにお砂糖かけるんだって。焼肉屋さんも頼まれないかも。しわいさん、ジージーありがとう。春心さん、千万流ありがとう。しわいさん、ジージーありがとう。そう、私、いや、大人アピールじゃないよ、もうこれは本当に紅生姜、何なんだろう、なんか紅生姜まではいかない、なんかスライス生姜みたいな、スライス生姜みたいなのに結構なんかハマってます。さっきのぐらいまで実は私あの実家に帰ってたんですね。でそれで実家でほんと1年半ぶりぐらいに家族全員が揃ったんです。そうで、それでお兄ちゃん、真ん中のお兄ちゃんがあの釣り好きなんで、真ん中のお兄ちゃんが釣ってきたそのお魚でお寿司をね作って、でそれで私もう一つ判明したんだけど、なんと私大葉も食べれる、大葉の美味しさに気づいちゃった。私やばいやばい、私ね大葉の美味しさに気づいちゃったわけ。大葉すごいね。たけさん、かわいいハート、チーシーありがとう。ほんと大人でしょ、でしょ、えすごいよね、大葉が好きになったの。なんかそう、風味がいい、そうそうそう、風味がいいし、そう、何なんだろうね、なんか美味しい、なんか大葉の何なんだろうね、なんか大葉、そう、水地さんバラありがとう。なんか風味、何なんだろう、この前ね
なんかこの前ね、あのお好み焼き屋さんに行ったんだよ。で初めてそのお好み焼き屋さん行ったんだけど、そのお好み焼き屋さんのなんか定番メニューをね頼んだんだよ。でその時になんかそのお好み焼き屋さんのお好み焼きに大葉が入ってたんだよね。でえ、そう、私大葉をさ、あのさ、あの毛嫌いしててさ、食わず嫌いしてたからさ、大葉を知らなかったわけ。だからいざ大葉が食べた、大葉食べたんだよ、そのお好み焼きで。入ってるの知らなかったから、何が入ってんだろう、なんか変な感覚だなって思いながら食べてたわけ。その時は全然大葉美味しくないなって逆に思ってて、なんか逆なんだろう、大葉そこまでだなみたいな、大葉を舐めてたわけでそれで、そうで、それで大葉をあの食べて、でもなんか大葉きっとなんか食欲を低下させる何かがあるんじゃないかってぐらい、大葉食べてたらもうお好み焼き半分でいいやってなって、半分残しちゃって、でお家に持って帰ったんだよね、テイクアウトして。でまあ普通に無事食べたんだけど、その時は全然なんか大葉の美味しさを感じなかったんだけど、なんとね、昨日そのなんかそのお魚をしゃぶしゃぶして、でそれで一緒に大葉もなんかママがしゃぶしゃぶしてたから真似してしゃぶしゃぶして食べてみたので、ポン酢と一緒にいただいた、もう絶品すぎて私美味しいって思った。その瞬間、あ、大葉好きってなった。そう、エゴマの葉っぱ食べたことない。私本当になんか食わず嫌いなんです、こう見えて。そう、大人になった。しかも白身魚はしゃぶしゃぶしたり、なんか白身魚はポン酢で食べると美味しいっていうのを学びました。しかもご飯の締め、やばいよね、ご飯の締めは絶対あったかいお茶だし、あったかいお茶の美味しさも気づいちゃったし、なんならガリめっちゃおやつとして食べてたりするし、ママガリないみたいな普通に聞いちゃったりするし、そうそう、大葉たくさん食べてね、農家さんが売り先がなくって困ってる、分かった。でも私だけの力で大家さんじゃなかった、大葉さんでもない農家さんをね助けられるか分かんないけど、いっぱい食べよ。そうなんです、食べるチャンスがなかった。まあそれもあるよね。でも、あ、私って大人だなって。しかもわさびのツーンも結構好きなんですよ、こう見えて。意外でしょ。そう、なんかもうお寿司を楽しむってよりかはもうわさびのツーンを味わうのが好きかも。大葉味噌って言うんだ、そんなのあるんだ。いや私、あ、もう一個大人のある、もうちょっと飲みかけなんだけどさ、わはるるんさん、うまいいね、ありがとう。私なんとルイボスティー好き。大人でしょ。ルイボスティー好きなんです。大人でしょう。なんと私ルイボスティーが好きなんです。やばくない、大人でしょう。これはもう誰が何と言っても大人だと思う。え、しかも私ジャスミンティーも好きだし、大人でしょう。やばい。双子パパさん、馬ありがとう。結構大人だと思うのよ私。ルイボスティーを飲みない、飲むとこ隠すところも大人、マジ。でも今日さ、お役目帰りにさ、なんか普通に、ま、あのスタッフさんとね
あのなんか相談しにちょっとあのねおしゃべりしてたんだよ、普通にもうへーってギャブ飲みした、目の前に、え、そうなの、ぴょちゃんとそう20歳になったらできることが増えるじゃないですか、お酒飲んだりなんか法に触れちゃいかん、なんやろうね、なんやろう、運転とか、まあ運転は免許ないからできないけど、ぴょちゃんとなんかいろいろと計画してますね。ああとなんか普通に親の同意なしになんか外泊できたりするんじゃないの、知らないけど、え、私絶対子供の顔だと思うから絶対あのね認めてもらえないと思う、あなたは20歳以上ですって、え、そんな気がしてきた、傍から見たら私ってちょっと子供だなと思う、顔がねよくわかんないけど、としかもなんかこの前お前をしてたから余計なんか子供っぽく見えちゃった、たっきゅんハートありがとう、かんちゃんハートありがとう、そう大人でしょ、20歳になる準備が私できてるかもしれない、あ、そうなんだね、え、もう嫉妬なんですけど、嫉妬で狂っちゃうよ、そんな、確かに服のスタイルもっとお姉さんっぽくいって言ったらいいのかな、私も服、かんちゃんハートありがとう、スタシンさんクマありがとう、私みんなのことこれから呼び捨てで呼ぼうかなと思ってる急になんとなく、やだ子供、あ、ほんと30のバーバーに見えるみたいな、そんなコメントは来てないよね、よかった、30バーバーじゃないから安心して、みんな、そう、あーいいね、嫉妬に狂う大人って言われた、初のコメントありがとう、あーモノトーンか、でも私ね、あ、え、あ、でもモノトーン好きよ、モノトーン、たぶん、やだプロペラ帽子でいこう、私も終身3000万両ありがとう、チュ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 、そうだよね、そう、私でもモノトーンはなんか落ち着かないよね、え、バランスボールあるよ、目の前にある、転がってる、やばいやばい、さっきの言葉でさ全国の30歳敵に回した、どうしよう、水着水着おじさんと30歳バーバー両方現れたら、私がなんかリコチはおじさんが嫌いだからとか言うけど、私若い人とおじさんどっちが好きかって言われたら結構おじさんの方が好きですよ、だってなんかおじさんと一緒におるとちょっと楽しいですよね、なんか世界を知ってるからおじさんは結構なんか世界を知ってて、でもちょっと若者はなんかまだ心が若いんで、リコチリコチリコチ他にリコチの他に男がいたらもう僕はもう死にちゃいますみたいな、そんななんかちょっとボーイじゃんみんな、で私やっぱおじさんの方が好きだよ、私おじさんから生まれたしさ、そうそうそうだよだからみんな安心して、本当にリコチリコチおじさん嫌いなの、そうなの僕悲しんじゃいます、リコチはリコチは何歳からおじさんと言ってました、俺はもうおじさんだ、リコチがおじさんって言ったからもう僕は明日だから仕事に行けません、はい、まあ落ち着いてみんな、私はおじさん大好きおじさん大好きだよ、りょうじいさんハートありがとう、確かにでも心は18歳であってほしい、みんな15歳とか、そう
あ、世界を知らないおじさんは結構こじらせちゃうから気をつけた方がいいよ。そう、みんな、あ、みんな気をつけて。世界を知らないおじさんはこじらせがちだから気をつけて。そう、そうなの、みんな気をつけてね。一応世界は知っといた方がいい、おじさんでも。世界を知って。そう、そうなの。やだ、こじらせてるおじさんがいるよ。ダメだよ、こじらせちゃったおじさんはもう寂しくて夜も眠れなくなっちゃうんだから。あ、みんなのこと、私たちのことをね、アイドルとか好きな子のことを考えて眠れなくなっちゃうんだから。タツエヘアめちゃ可愛い、ありがとう。あ、私今日もアヒルちゃんパンツです。あ、あのパンツってそうじゃないよ、あのパジャマのね、ズボンです。アヒルちゃんです。うん、そう、みんなやだ、おじさんをもてあそぶ悪い女だって。私おじさん好きだもん。エドモンド、かわいい、ありがとう。今日お誕生日。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、エドモンド、ハッピーバースデートゥーユー、イエーイ。エドモンド、いい大人になるんだよ、エドモンド。ブンちゃん、いいね、ありがとう。え、なに？そうだよ、みんな気をつけて。地元と誕生日でした。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア渡辺、ハッピーバースデートゥーユー。はあ、あんまりこじらせないんだよ。おもろいわ。ゆこちが今幸せの瞬間って何ですか？なんだろうね、なんだろう、なんだろう、幸せな瞬間。なんかさ、ご飯食べてる時もさ、なんか急にさ現実に戻されたりしない？みたいな、そういえばみたいなとか、なんか悪くない？だからなんか一番幸せなのってやっぱ自分がなんか努力してきたことが実った瞬間だなと思う。そう、例えばそれこそこの前の2期研究生の昇格だって、そうだよ、あの瞬間すっごい幸せだった。だからやっぱ幸せになるには頑張らなきゃダメなんだよ、みんな。そう、確かに公演してる時は幸せだって。私あれはもう無心になってできるもん。うん、そう、だるまの目入れね、そう、私でよかったんだろうってずっと考えてる。9月12日幸せでした。リコチメールはもう幸せだよ、リコチは幸せだよ。え？こじらせてるんだってみんな。祝ってもらえなかったらこじらせちゃうかもしれなかった人がいるって。そうだよ、地高寺って呼ぼうかな。地高寺さんたちはみんないい人だよ。そう、そうそう、そうなんだよ。確かにね、1899って耳に入った時はもう終わったって思っちゃったもんね。もう終わったって思っちゃったよ。だってもう終わったって思ったもん。日本語、え、なんかなんだろうね、すごい幸…なんかね、その構成、そのリハーサルが始まってから不安になってきたんだよ。ほんと3日前ぐらいに、その当日、その9月12日の3日前ぐらいにから不安になり始めて、本当に私たちって昇格できるんだろうみたいな、そう思ってたよ。そう、
え、みんなはさ知ってたわけ、私たちが昇格するって。だってさ、みんなのさ机にさ、机じゃないわ、学校みんなのさ座席にさ、なんか昇格おめでとうっていうさ、なんかフライヤーがさ置かれてたんでしょ。あれはさ、もしさ私たちがさ昇格しないってなったらさ、どうしてたの。あ、私たちが昇格しなかったら、昇格しなかったらあのフライヤーももう使えないって思ってたの。なんか涙出てきちゃうよね。なんかさ、みんながさ頑張ってやってくれたことがさ、なんかそっとじとかさ辛いよね。だってさ、みんなと一生懸命頑張ってきたことがさ、そのさ一つの結果でさ崩れていくって考えたら、ちょっと涙出てきちゃいそうになったもん。そうだよね。でも私もさ、昇格のことはさ絶対信じてたもん、うん、昇格するって信じてたもん。だってさ、この日のためにさ、みんながどれだけ頑張ってきてくれたか私知ってるんだもん。だってまあ、まずはツアーでさ、あのツアーでさ、まずさ遠い7県じゃん。そのさ、そんな遠いとこをさ、四国とかもさあるわけでしょ。それをさわざわざさ、すごい移動費とかさかけてさ、宿泊費とかさ、いろんなお金とか時間をさ割いてさ、私たちに会いに来てくれてさ、でそれでさ、なんかみんなでさ昇格祈願のさだるまさんもさ用意してくれてさ、しかもあれはその毎会場、そのファンの方が持ってきてくれてて連れて帰るみたいな、そうそうそう、ファンの方が持ってきて連れて帰るっていうのがあのてるって知ってたし、私もだし、なんかみんなが来てくれてないとさ、だって会場満員にならなかったかもしれないしさ、広島市のさ人たちにさ、偉い人たちにさ、なんかお願いしますって言ってまで、なんか私たちのさ上りをさあの道にさ立ててくれてさ、あ、なんかすごい優しい、ありがとうってなった、本当に。だからみんなすごい感謝の気持ち、すっごい。だからこそ昇格しないといけない気持ちがもうすごかったもん。だからもう1899とか聞いてはっみたいな、みたいな、びっくりだよ本当に、ってなっちゃったあの瞬間。うん、でも無事さ昇格できてよかったよ、無事だよ本当に。そう考えるとすごくみんなとさ頑張ってきたさ2ヶ月間はさ、本当に意味のあるさ2ヶ月間でさ、本当になんか大切なさ、でもあっという間の2ヶ月間だったなって思うね。すっごい、栗田びっくり。これは自分がさ、もしさ栗田リコっていう名前だったらさ、栗田びっくりとか言えてたんだろうね、びっくりたとか言われてたんだろうね。蹴るんだけど何私って感じ。そう、でもなんか埋まってよかったよね。 F キャンさん千万両ありがとう。私もみんなとならできるって信じてたよ。あー、おめでとう私たち。でもさ10月1日からさ、そうなんだよ、10月1日から私たちは2期生になるんだよ、形が。そう、今は形は2期研究生だけど、もう2期生になっちゃうんだよ。でもさ、私さ本当、もしさ昇格できなかったらさ、だってさぶっちゃけ言って私たちから見た景色は本当に席埋まってなかったし、そうだからなんで、あ、もう無理じゃんってなったけど、もう夢力の時点でね。でもなんか諦め
諦めてなかったんだよ内心。そんな見た目がね空席ばっかりでって感じでも諦めてなかったし、うん、なんならすっごいそのさサンプラザの広い景色でさすっごい感動しちゃったし、だからマジで夢力で泣きかけたもん私。でもそう、でもちゃんとコルクでキューしたよ。そうだし、マジで元気って感じ。そう、絶対さ、そう来れなくてもさチケットをさ買ってくださった方もきっと いるよね。本当にそうだよ。だからさ、もしさ、もしさ昇格できなく、あ、ごめんね、昇格できなくてさ、あとのアンコールってさもうびっくりびっくりびっくりな地獄絵図でしょって感じだもん。だってさあん中でさ船はまっすぐ進むよって歌うんだよ、出航するんだよ、えみたいな。しかもやっと一つになったものはまたいつかバラバラになるよ、ベイビースクラップアンビルドだベイビー、全部壊そうぜ、何も規制されずにやりたいようにやろうベイビースクラップアンビルドだベイビー、全部壊そうぜ、守ってたものはまるで価値ない過去、心にて給付をぶつけろよ、未来は与えられるより自分で切り開こう、もうみたいな。嘘でしょ、いや、やっと一つになってすらないからみたいな。そう、そんだからさ、もうどんな気持ちで私歌ったらいいんだろうって、今までさ練習してきたこともあれって思ってさ怖かったけど、無事さみんなと信じてきたことがさ実ってさよかったよね本当に。でももし打ち上げコンサートがさ、打ち上げコンサートはきっとさあったよ。だってさあのツアーファイナルだったからさ、ツアーお疲れ様でしたかいみたいな感じでさあったかもしれないけどさ、でもさなんかさ私さもう絶対あんな元気に歌えなかったと思う。走り出すみたいな、もう絶対できなかった。だって私あんなになれなかったと思う。見てよ、この見てほしいもん、動画、画像だ画像。私さ動画見れない、恥ずかしすぎて自分が何これみたいな、何この動画って思う、この画像って思ったよね私。何これ何これ何これ私これ何これこれこれ何これこれどういうエビ反り返っとるやんみたいな、やばいってばよ私マジでさ毎日がハロウィンって感じだよね。ケンタッキーさんハートありがとう。私ってマジで毎日がハロウィンって感じだよね。確かに。でもさ10月の生写真きっとさハロウィンの生写真なんだよ。楽しみにしててね。マジで私10月が楽しみやもん。だから多分お話し会でかぼちゃのスーツ着ることはなくなりそうだから、みんな楽しみにしてて。いや私本当にハロウィンのコスプレ何しようと思ってる。お菓子お菓子お菓子ハンター。ソロコンもこんな感じだよ。ソロコンさ夢が叶うといいよね。そうそう、私
ソロコンしたいんだよ。そう。あ、でも私新しくね夢ができたんだよね、実は。そう、でもこの夢は多分人に言うような夢じゃないと思うんだよね。もちろん STU の中の夢だよ、安心してね。だから言えないけど、いつか本気でなんかその夢を追いかけたいってなったらみんなに話すね。なんか多分なんだろう、結構なんだろう、なんかその夢なんだろうな、なんかちょっと大人でなんか嫌な夢みたいな、現実的で嫌な夢みたいな風に聞こえそうだから、一応伏せとこうかなって思って。ハルルンさんかっこいい、ありがとう。でも私さ、本当にディズニーの歌とか歌いたいな。あ、あのなんだっけ、歌唱力の歌決まりましたよ。歌唱力の歌良かったです、決まりましたよ。第一希望が通ったんです。わかった？わかった？そう、工藤莉子には夢があるよ。そうそう、あれあれ、本当にわかった。いや、トットカハム太郎さ、トウトコ走るよハム太郎みたいな感じで歌わないでしょ絶対。ののかちゃんの 歌ってるやつ、裸の心みたいなやつだっけ、なんだっけ、この恋が、あ、マジ可愛いよね、ののかちゃんの真似できるよ。どうしようみたいな、なんかね、迷子の子猫ちゃん、あなたのお家はどこですか、お家を聞いてもわからない、名前を聞いてもわからない、バカにしてない、私ののちゃん、ののかちゃんのこと全然バカにしてない、本当にバカにしてないよ。なんかののか、え、だってさ、だって私より絶対さ、ののかさんさ、いやマジで申し訳ないけど先輩だよね、知名度あるしさ、人気だもんね、ののかさんだよね、本当に。なんなら北村さんって呼びなさいって感じだよね。ごめんなさい、エドモンドファイトありがとう。
いや、おもろいよね。ひろしだよ、かわいいありがとう。たつえはん、かわいいありがとう。諦めた？嘘。まあきっと、あ、歌い出しは愛愛愛愛演歌ってエイコーちゃんじゃって。まあ私の友達のエイコーもカバーしてたあの曲だよね。リスン、聞いてください。大きなナップのフル時計、おじいさんの時計。いいね。写真でくれたハートありがとう。カピバラミキア花束ありがとう。あー、やっぱりか。絶対分かってないよ。まあまあまあ。おー、愛を込めてかもしれんよ、もしかしたら。かもよ。え、今何時？待って、私また待って、タワーのお礼してないんだよな。取れた。じゃあ覚え、あの最初に誰だったっけな、タワーを建ててくれた順番覚えてないんだよ。ぬりみおさんだったかな、最初ぬりみおさんだったかな、えみたいな感じだったもんね。だからこの色はこれかな。Yeah. つべんにゃー、マジ覚えてるよ。トトさんがさ立てたのも覚えてるよ私。でもは？この写真になった人かわいそう。ちなみにさとしんさんね。この写真になった人嬉しそう。じゃあハリーさんだ。あ、エドモンドさんにお誕生日お祝いタワーだって。そこ、エドモンドお誕生日おめでとう、ありがとう。そしてどうぞ私にも、私に何だろうね、中継タワーみたいな、ありがとう、ありがとう。ではのりみおさん、ありがとね、昨日の昨日の昨日タワーをありがとう。照れててこっち見てくれないって思ってて。トトさん、トトもありがとう。多分照れててこっち見れないって思ってて、ありがとう本当に。はい、もうこれでひねくれちゃったって思って。サトシンありがとう。ちょっとサトシンの黄緑をイメージしたよ。ありがとうございます。そしてハリーさん、ハリーさんありがとう。ここでやっとね、素直になったよね多分私も。ハリアリーってありがとう。私はね基本ちょっとショールームで、あんまりなんかこの人はみたいな話をこれからしないようにしてるので、もし
僕ってどんな人ってリコチに思われてるかなって思ってる人はお話し会でお話しようね。そう、お話し会よろしくね。ありがとう。とかチェキ会とかサイン会とかで、まあいっぱい話そうじゃないか。じゃあ読みます。お時間でしたか、ジーヤ。みんなジーヤ。ゆうきさん、ひろっちさん、けんさん、ごまはぎさん、たっきゅん、こきさん、伊藤ひろし、だんけうどんさん、なべさん、めちきのこ、豆太郎大きな、めっちゃかわいい名前じゃん。坂田慎吾、ちゅうちゅうさん、つのきちさん、もびさん、くにちゃん、みずっちさん、ちくわさん、きよに、いけのんさん、たこみんさん、とと、しわいさん、ぼやっきーさん、とりだーさん、エドモンド、のりみおさん、すーさん、わたなべさん、じゅのれにかウェグレさん、ましゃさん、ティユーさん、しおずーさん、そして本日の秋元先生役は、かんちゃんです。かんちゃん先生ありがとう。りょうじいさん、ぶんちゃん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位は、はるるん。はるるんありがとう。私はるるんさん見つけたよ、会場で。見つけやすかった、もうってなった、嬉しかった、ありがとう。それ第2位はサトシン。サトシンもね、そう緑色、そうみなんかね、あのね見えるよやっぱ、ありがとうね。栗田もありがとう。そして第1位は達也。達也さんのこともね見つけたよ私。そうやっぱね、なんかわかるんよ、なんかね髪型とかね服装とかでねわかる。そうありがとうね、ありがとう。吉田さん、え、サラピーって吉田さんありがとう。アイス、私今日さ、多分さ殺されるかもしれんけど、アイスさ5個食べた。そう、私見つけられたよ。なんかね、人それぞれあのね見つけ方があって、この人はペンライトをあのリコチ色4本振ってるとか、太いペンライト持ってるとか、腕にもリングつけてるみたいな、あとなんかあ、この人はこの服で着てるとか、あのメールでなんかここに座ってるよって教えてくれたとか、そうとか、あのこの人の髪型とか、あ、この人眼鏡かけてたとか、そう黄緑そうとか、そうあれね、見つけたよ。そうだよ、みんなのこと見つけたよ。見つけてるから安心してくれよ、安心してくれ。そう、まあ多分殺されちゃう。